綺麗な柄の鯉がビニールに袋詰めされていまして、すごい光景なんですよ。こちらご覧ください。ずらーっとブルーシートの上に鯉が並べられていて、品定めをしているのはほとんどが外国人のバイヤーです。久留米市で開かれた泳ぐ宝石錦鯉の即売会。コロナの影響もあり、リアル開催は実に4年ぶりです。オランダやマレーシアなど12の国と地域からバイヤーが買い付けにやってきました。今日は3万円から10万円の鯉およそ500匹が取引されます。こちらはベルギーから来たキムさん。80回以上も日本を訪れているベテランバイヤーです。 What's your budget? No limit. No limit. 際限なく。 What do you like the color? Which kind? Which kind? 昭和。 I like 昭和。 狙うは赤、白、黒、通称昭和カラーの錦鯉。真剣な眼差しで品定めします。そして合図とともに自分の番号シールを貼り、狙いの鯉を手に入れることができました。 Are you in love with 鯉? 鯉に恋してます？ Yeah, yeah, yeah. With good 鯉, I am in love. Okay. Yeah. 年間15万匹を販売する県内有数の鯉の養殖場は朝から大盛況でした。本当大盛況でですね、もうありがたいことです。今円安の影響というのも後押ししてるんですか？そうですね、確かに円安の影響はいい方向に向かっていると思います。総予算でいうと多く鯉を仕入れられると。明日は待ちに待ったオークション、希少な錦鯉が登場します。過去最高値は800万円。そのために専用の施設も新設しました。明日はもしかしたら過去最高値も出そうですか？それは分かりません。期待してるっていうのはありますか？あります。